はい、ゆうご .tv、早速やっていきますよーと。今日のお題は、嫌なことを好きなことに変えるという努力をする。こちらを今から読んでいきまーす。私のお尻がまだ青かった少年時代は、学校でただ言われるがままに勉強していました。学校側からこれを勉強しなさいと言われていました。当時はただ言われるがままに勉強していました。だんだん嫌いな科目や苦手な科目が出てくるようになりました。嫌いや苦手という意識があると勉強を避けがちになります。中学1年生の時、英語が一番嫌いな科目でした。 I am という表現はあるのになぜ I is という表現はないのかが理解できませんでした。わからないから余計に嫌になってきました。面白いように成績は下がってきました。簡単な英語のテストでさえ30点を下回る点数を取るようになり、さらに苦手意識に歯車をかけます。私は全くの悪循環に至ってしまいました。しかし、勉強をしないと先生や親に叱られますから、嫌いな科目、教科でもいやいや勉強をしていました。いやいや勉強していたことにそもそもの原因があります。心や気持ちがないことは体も頭も動かないのです。嫌いな科目を無理にしても頭には入りませんし、身につきにくくなります。当時の私に足りなかったことは、嫌なことをいやいや勉強するのではなく、嫌なことを好きなことに変えるという努力でした。嫌いな科目でも面白い、楽しいという部分が必ずあります。私はそうしたことを見つける努力を至っていました。嫌なことや苦手なことの中から興味が湧く部分を見つけ出し、楽しみながら勉強をしないといつまでも頭に入ってこないのです。勉強する以前に勉強をしたい、勉強が面白いという気持ちにしておかないと一向に勉強ははかどりません。嫌いなことの中にも必ず一つは面白いという部分があります。そういう点を少しでも見つけ、興味や好奇心を刺激させる勉強が必要だったのです。今日の格言、嫌なことを好きなことに変えるという努力をする。そんなこと言われても、嫌なものは嫌だ、やりたくないものはやりたくない、好きなことだけをやる、ただそれだけだ。ということで、本日も勉強になりました。ありがとうございます。